叶えてくれた優しい気持ちで目覚めた朝は大人になっても奇跡は起こるよ。カーテンを開いて静かな木漏れ日の優しさに包まれたならきっと目に映る全てのことはメッセージ小さい頃は神様がいて毎日愛を届けてくれた心の奥にしまい忘れた大切な箱開く時は今香りの優しさに包まれたならきっと目に映る全てのことはメッセージ。カーテンを開いて静かな木漏れ日の優しさに包まれたならきっと目に映る全てのことはI'm not the one who's running away.
のものよ。最後はもっと抱いて抱いて息もできるほど、さよならずっとアモネアモーネ、この世であなた一人。ありがとうございます。和音です。よろしくお願いします。ありがとうございました。和音です。愛するジェンカウンターでこの愛するメンバーでやれるのはとても幸せに思っております。ありがとうございます。ありがとうございます。涙を拭いてあなたの指で気づいたの初めて、あの頃の私、今日までの日々を見ててくれたのはあなた。わがままばかりでごめんなさいね、恋人と別れて、あなたの部屋で酔いつぶれてた、そんな夜もあった。思い出せば苦笑いで、寂しさも悲しみも、あなたのそばで溶けていた、いつもいつの日も。もしも激しくこの愛つかめるなら、離さない、なくさない、きっと
激しくこの愛見つけた日は忘れないなくさないきっと愛するジェンの仲間のムーン高山さんにサポートいただいてですね、時の過ぎゆくままに ムーンさん頼みますね。はい、ムーン高山さんに拍手をお願いします。イエイ。オッケーオッケーオッケー。はい、カウント。生きてることさえ嫌だと泣いた。壊れたピアノで思い出の歌、片手で弾いてはため息ついた。時の過ぎゆくままにこの身を任せ、男と女が漂いながら落ちてゆくのも幸せだよと、二人冷たい体合わせる。心の痛では癒せはしない。小指に食い込む指輪見つめ、あなたは昔を思って泣いた。時の過ぎゆくままに好みを任せ、男と女が漂いながら、もしも二人が愛せるならば、窓の景色も変わってゆくだろう。時の過ぎゆくままに好みを任せ、男と女が漂いながら、もしも二人が愛せるならば、窓の景色も変わってゆくだろう。
ありがとうございました。ムーンさんでした。ありがとうございます。バタバタっと4曲いっちゃいましたが、いっちゃいましたが、半分、そう、半分来まして、はい、ぶってます。イエーイ、イエーイ。ちょっとブリブリです。半分来まして、なんか早かったけど、ちょっとなんか喋って、なんか喋ってください。実はですね、私は名古屋なんですけど、皆さん三重のメンバーで、ボーカルのめぐちゃんと、ドラムの高木さんは三重県の小諸から遠路はるばる演歌舞台へ伺っております。知ってますか、はい、知ってますか、小諸町、わかりますかね。知ってます。あ、ね、素晴らしい。湯の山温泉、湯の山温泉のふもとです。あ、有名、アクアイグニスがあるからね、ちょっと有名ですよね。めぐちゃんは湯の山温泉のホテルでですね、演歌を歌っております。そんなこと言わなくていいんですけど。ですね、あとベースの無償さんはですね、四日市で、急遽和音に加入していただいてですね、はい、ありがたいです。我々和音のサウンドがパワーアップしておりますので、今日はその初披露というか2回目の披露でございます。そうです ね、 ね、ちょっと新米ばかりが集まってる感じで、はい、今後もごひいきによろしくお願いします。お願いいたします。はい、はい、では曲紹介を。はい、続きまして、中島みゆきさんの銀の竜の背に乗って。あの青ざめた海の彼方で、今まさに誰かが傷んでいる。まだ飛べない雛たち見た日に、僕はこの非力を嘆いている。急げ悲しみ翼に変われ、急げ傷跡羅針盤になれ。まだ飛べない雛たち見た日に、僕はこの非力を嘆いている。夢が迎えに来てくれるまで震えて待ってるだけだった昨日。明日僕は竜の足元へ崖を登り呼ぶよ。さあ行こうぜ銀の竜の背に乗って、届けに行こう雨雲。銀の竜の背に乗って
人はまだ誰かの指にすがる柔らかな皮膚しかない。わけは人が人の痛みを聞くためだ。急げ悲しみ翼に変われ急げ傷跡羅針盤になれ。まだ飛べない雛たちみたいに僕はこの悲劇を嘆いている。綿を凍みた雛翼でも木の芽みたいな頼りない爪でも明日僕は竜の足元へ崖を登り呼ぶよ。さあ行こうぜ銀の竜の背に乗って届けに行こう命の砂漠へ銀の竜の背に乗って運んで行こう雨雲の渦を。銀の竜の背に乗って銀の竜の背に乗って緊張するんで、はい。はい。じゃあ2曲続けて山口百恵さんで行っちゃう？そのまま行っていい？はい。万寿釈迦と夢咲案内人です。はい。涙にならない悲しみのあることを知ったのはついこの頃。形にならない幸せがなぜかしら思いのもそうこの頃。あなたへの手紙最後の一行を思いつかない。どこでけじめをつけましょう。窓辺の花が咲いた時儚く花が散った時恋する女
果てにはならない約束をひたすらに待ち続け、そう今でも言葉にならない優しさをひたむきに追いかける、そう今でもあなたへの想い、どこまで行ったら止まるのかしら、そんな自分を持て余す机の花が揺れた時、ほのかに花が匂う時、いや、あなたに愛された時、まんじゅう社会なんとか。高野さんありがとうね。すいません。めっちゃいい音。なんか全然違うね、いつもと。まんじゅう釈迦が違う感じになったよね。ね。これいいよ。あげる？あげる？あげる？あと残すとこ2曲となりましたが、ね、身内でアンコールしてどうすんの。はい、ではゴンドラが波も立てずに滑ってゆきます。朝の気配が東の空をほんのりとワインこぼした色に染めてゆく。そんな時々ウィキウィキウィキ、微笑みながらあいつに肩をすくめても、ちょっぴり眠い夜明け前です。三日月模様、空が尖ってゴンドラもスピード上げて進んで行きます。朝は半分ビロード製の幕上げて、水の表を鏡
ゆく、そんなそんな夢を見ました。あなたは時々ひびひびひびひときめく胸にほのかな愛の優しさが込み上げてくる。夜明け前です。月は光を朝に隠して、影だけが白く細い線になりました。太陽が今たくさんの雲従えてきらめきながら登ってゆきます。そんなそんな夢を見ました。あなたは時々ウキ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 見つめる二人生きてることの喜びに言葉をなくす。夜明け前です。言葉をなくす。夜明け前です。振り向いてみたけどちょっと恥ずかしかって、2回でやめたんやけど、3回目はやらんかったんやけど。え、あ、トイレ嘘やろ。あ、いいですよ。はいはい、しゃべって、うん、あの、ちょっとちょっとね、ちょっと待って、途中退出。あの、いずれにせよですね、あの、三重の小物から来てますので、あの、ずいぶんね、あの、まあ、早く行って早く行って。あ、そうそうそう、あ、そうなの。あの、時間がね、あの、結構経ってるから、ね、だいぶ経ってる。うん、あの、しょうがないよね、多分。そうですね。ラストの曲なんですけど、うんうん、知ってる世代よね、これね。だいたい今までの曲知ってました。知ってます。私でも曼珠沙華はね、知らなくて、ここ数年で覚えたんですよ。知らないと思って、うん、知らなかった。有名？あ、本当？あ、知ってた、ムーンさん。本当？知ってます？皆さん知ってます？普通に知っとんねや。そうなんだね。全然知らんかった私この歌。あ、そう。はい。あの、ちょっと若いんかな？そうでもない。ちょっと若いんかな？違う。桃江ちゃん好きだからね、やっぱりね。ああ、世代ないね、やっぱりね、桃江ちゃんのね。ピンクレディかな、あの世代は、うん、ボーカルのめぐみさんはですね、あの、三重県のカラオケチャンピオンなんです。いや違うからチャンピオンではないですけど、あ、まあ、そっか、はい、カラオケが大好きで歌っております。戻ってまいりました。では、はい、こう見えて、あの、今日、あの、三重県の方から新幹線で来まして、いやいいね、岐阜羽島まで泊まって、ほう、考えてみると三重県新幹線通ってない通ってない、あ、名古屋まで、あ、それ突っ込みどころだね、それね三重新幹線止まってんじゃないねえいや、はい、残念。いいじゃないはい、残念。あの、ワンオンっていうバンド名なんですけど、決して、あの、イオンの回し物じゃないですから、あの、カード出しても割引はないですよ割引ないです。はい、最後の曲です。最後の曲。
意外誰も止めないから誰も止めないからいいから、はい、カウントお願いします。
ました。